久保さん今回、マルサの女、かっこ、山崎努務にしましょうか。いや、僕ね、あの衝撃的だったんですね。あの、最後のシーンっていうか、まあ、セリフがね、これ、僕、すごい印象深かったんですけど、あの、お金持ちになる、お金を貯める方法はね、これなんだと。あのコップがあるだろう、みたいな。で、コップに水があって、みんな飲んじゃうんだよと。 違うんだよとコップにこう貯めてこれが表面張力してそれでもまだ我慢するとピッて垂れてくるとそれはなめるんだよみたいなね <laughs> こうすると金は貯まるぞっていうね <laughs> <laughs> あのー、これねマジですごい僕はね的を得てるなっていうかまあ なんか金曜ロードショーかなんかで見たような気がするんですよ、一番最初。なんか衝撃的でしたよね。うん。そう。うん。だからまあ、ね、あの、やっぱお金っていうのは使ってしまえばなくなるんですよね。だから、あの、ん使ってもなくならないものに、 フォーカスしていくっていうのが結構大事かなと。使ってもなくならないものって何かっていうと、うん、まあ、昔僕は YouTube のアカウントバンされたことありますけども、まあ、久保さんもね、今、広告、まあ、いくら言ってるか分かんないですけど、昔に比べると落ちたとは思いますけど、まあ、その、コップの水から垂れてくるぐらいはあると思うんですよね。<laughs> な、舐めるぐらいは <laughs>。僕もね、舐めるぐらいはありますからね。 なめるぐらいはそうなんかそのうーんまあブログもそうですしまあそのなんかネットの資産ですよねまあやればやった分だけまあちょっとこう入ってくるっていうでもお金は使った分だけどんどんなくなっていくんですよでもやればやるほどちょっとでも入ってくるっていうこの構造を作ると僕はいいと思いますねうんだ いただきましたけど、まあ、これも無料の YouTube でやって、ただやっただけなんですけど、うん。まあ、30万ただでもらいましたからね。でもこれ30万ただでもらったんだけども、正直この30万っていうのは、使ったらもうなくなっちゃうんですよ。ねまあ、ちょっとね、使っちゃいまして。ちょっとなくなり始めてるんですけど。<laughs> 使ったらなくなっちゃうんですよ。でも、ありがたいことに、YouTube の動画はなくならないんですよね。アカウントバンされなければ。 すごくないですか、うんだか YouTube あのみんなの銀行でまだね紹介コード使えるんだったらね多分まだチャリンチャリン入ってたと思うんですけど <laughs> まあでもねそのみんなの銀行のアフリエイトはもう障害コード僕のはもう使えなくなっちゃったんであのそのアフリ報酬は入ってこないですけどもみんなの銀行の動画を回ってるんでまだうんちょいちょい回ってるんでまあ個税小銭稼いでくれるかなっていうところですねうん そうこれはねいっぱいこのコップいっぱいあっていっぱい垂れてきたらまあそのコップ一,コップ一歩の例えば、まあ、イメージとしてはコップ一杯の垂れ水だったら垂れたらなめるしかないんですよだけどそれがコップ100万個あったらどうですかもう垂れてくる雨水でもう喉余裕でゴグご飲めますよねそれだ コップ100個があって、垂れてきます。それをまたコップに溜めます。で、それ飲む、飲むじゃないですか。でもコップは全部 OK みたいな。まあ、満杯みたいな。コップは満杯だけど、それが100万個とか100個とかもういっぱいあると。で、垂れてきてると。で、それを抽出して1杯のコップにして、それを飲むと。で、こっちのコップはもう、うろってるという話ですよね。 これはね、ネットだからできるんじゃないかなと思うんですよね。うん。だから僕もあの、億万長者合宿で言ってたかな。まあ最終的には YouTube の広告収入でも、まあ月最低でも30ぐらいは行きたいなとは思ってるんで、まあそのために、もういっぱい作ります。取り返す。これからも <laughs>。いっぱいね <laughs>。そう。なくならないですからね。赤晩食らわなければ。 で、赤番食らったとしてもリストを取ってればリストはなくならないし、うん。まあ、なくならないものっていうのをいっぱい保有してるといいと思いますね。いってらっしゃい。